閑静な住宅街となっている岐阜県関市坪川台2丁目。この地区に2014年11月当時、ある一組の夫婦が暮らしていました。井上大蔵さん、当時81歳と、その妻の美智子さん、当時73歳です。井上夫妻は以前は愛知県で暮らしていましたが、長男に呼ばれてこの町に引っ越し、一軒家で一緒に暮らし始めました。長男には3人の娘がおり、井上夫妻は孫娘たちに囲まれて幸せに暮らしていました。そんな11月11日の正午頃のこと、この日は平日、井上夫妻は家で穏やかなひとときを過ごしていました。一つだけいつもと違っていたことは、長男夫婦の三女である中学校3年生の孫娘が体調不良で学校を早退、家にいたことぐらいです。その孫娘はこの時、1階奥の和室でテレビを見ていました。インターチェンジから2キロほど離れた場所にあり、治安もいいためか、この地域は玄関に鍵をかけていない家も多かったそうです。実際に井上家も鍵をかけていませんでした。しかし、それがあだとなります。突如、刃物を持った若い男が玄関から家に侵入。男は入ってくるや否や、廊下にいた美智子さん、和室にいた大蔵さんを次々と刺していきます。この時、三女はまだ和室でテレビを見ていました。悲鳴や争い合う音は全く聞こえなかった。あっという間の出来事で、祖父母が襲われたことに気づけなかった彼女。その彼女のもとに侵入者が現れました。慌てて逃げ出しますが、男は追いかけてきます。台所へと追い詰められた三女、犯人から2階へ上がるように指示されました。そのまま子供部屋へと連れて行かれた彼女は、後ろ手にされ、粘着テープで体を縛られます。しかし、なんとか隙を見て脱出、家を飛び出して近所に助けを求めました。保護された先からでしょうか、警察に男女2人が襲われていると通報が入ります。この時警察には他にも、包丁を持った若い男が自転車でうろついているという情報が入っていました。警察は緊急配備につき、三女が話していた20歳前後の男の行方を追い始めます。事件から40分後、井上家から1キロほど離れた地点で、白い T シャツの裾に血をつけた裸足でうろつく男が見つかりました。警察が声をかけると、男は逃走。しかし、河原の草むらまで追い込まれた末に確保されました。T シャツのみならず、両手にもべっとりと血をつけていたその男の名は、笠原慎也、当時20歳。警察は殺人未遂容疑でこの笠原を緊急逮捕しました。見つかったので殺そうと思ったと供述したこの男、そもそもなぜ井上家に侵入したのでしょうか。その動機にはその後誰もが驚くこととなります。発見当時、大蔵さんは和室で、美智子さんは廊下で仰向けに倒れていました。どちらも首や胸を複数回刺されており、心肺停止の状態でした。その後、搬送先の病院で、二人とも多量の失血により息を引き取ります。この井上夫妻と孫娘を襲った笠原慎也は、井上家からわずか800メートルほど先で、父親と二人で暮らしている無職の男でした。中学時代の同級生によると、笠原は目立つタイプではないものの、友達もいて活発な方だったと言われており、少し前まではどこにでもいる普通の少年だったようです。ただ、実はこの頃、すでにこの男は、一般には理解しがたい、ある奇妙な感覚に取り憑かれていました。実は笠原が井上家に侵入したのは、高齢者のクラス EA の強盗などの目的ではありませんでした。この男の狙いは、あの孫娘にあったのです。若い女性にいたずらしたくて家に入った、そう語る笠原。どうしてそう思ったのでしょうか。それは事件が起きる少し前、2014年3月に遡ります。笠原はこの頃、電車に乗っていた時突然、目の前の女性のある部分に異常な興奮を覚えたのです。それは、太もも。笠原はこの女性の太ももに自分の性器をこすりつけたいと強く思いました。実はこの感覚は幼い頃からありました。ただそれを認めることはできませんでした。こんな人とは違う性癖、友達には到底理解してもらえないのではないか、そう思っていたからです。しかし、徐々に認めざるを得なくなりました。笠原は中学卒業後、高校には進学していません。ボサボサの髪とジャージ姿で出歩くようになっていて、怖いイメージに変わっていた。かつての同級生だった女性がそう語る笠原。
社会のレールから外れ引きこもりがちになっていたあたり、やはりこの頃からその特殊性癖を認識していたのでしょう。電車での一件をきっかけに、その欲求はもうこれ以上抑えられなくなりました。ただ友達はきっと理解してくれない。太ももの良さがわからない人と一緒にいたら魅力を感じる気持ちが薄れてしまう。そう思った笠原は完全に友人と縁を切り、理想の太ももを求めてナンパをするようになりました。しかしまともに職に就いたことがなく、清潔感のかけらもない男についてきてくれる女性などいるはずがありません。失敗を繰り返すうちに笠原はこう思うようになります。襲って無理やりにでも太ももにこすりつければいいんだ。そう考えた笠原は犯行の前夜11月10日に計画を練り始めました。笠原には以前から目をつけている少女が複数名いました。どの少女もこの男にとって理想の太ももの持ち主でした。少女たちの家に侵入する、もし家の中に他の人がいたら容赦なく殺す。11日の朝、笠原は近所のホームセンターへと出向きました。購入したのは粘着テープと牛刀です。強い決意が見て取れます。その後自転車で少女たちの家へと向かいました。まず向かったのは一番の理想の相手の家。玄関に鍵はかかっていませんでした。そこで扉を開けて中に入りましたが、家のものが出てきます。トイレを貸してほしいと笠原はとっさに嘘をつきました。しかし怪しまれており、当然のごとく断られます。この家は諦めるしかない。笠原はもう一人目をつけていた少女の住む家へと向かいました。ただ家には鍵がかかっています。この家も無理か。犯行を取りやめて帰るのかと思いきや、この男はこの日何としても目的を達成しようと思っていました。そんな笠原にあるものが目に入ります。それはある家のベランダに干してあった中学校の女子生徒用のジャージです。そのジャージが干してあった家とは、そう、井上夫妻が暮らすあの家でした。つまり笠原は井上一家とは全く面識はなし。そこに暮らす三女も当初のターゲットではなかったどころか、その顔も、そしてどんな太ももをしているのかもわからない状態だったのです。それでも笠原は家に入って少女が帰ってくるまで待ち伏せしてやろうと井上家へと侵入しました。もはや相手が少女なら誰でもよかったようにしか思えません。侵入した笠原はまず物音に気づいて廊下に出てきた美智子さんを襲います。その後和室でくつろいでいた大蔵さんの首を刺し、三女の元に向かいました。彼女を拘束したのは意のままに念願のプレイをするためだったのでしょう。しかし逃げられてしまったことでその計画は破綻。自身も捕まり、住居侵入及び殺人などの罪で起訴されます。岐阜地裁で開かれた裁判員裁判で争点となったのは、その特異な性癖が犯行にどう影響したのかという点でした。裁判で弁護側は、笠原は精神障害を患っていたと主張、情状酌量を求めます。実は精神科医が笠原を鑑定したところ、この男はフェティシズム障害を患っているという診断が下されていました。フェティシズム障害とは、半年以上性器以外の一部やおもちゃなど物に性的な関心を抱くことでまともな日常生活を送れなくなったり、社会に影響を及ぼしてしまう障害です。そうだとするなら、笠原は太ももに執着するあまり正常な判断を失っていたことになります。しかし検察側から、その障害が強姦や殺人の計画に影響したのかと聞かれると、精神科医は公開しました。関係ない。つまり笠原のフェティシズム障害は何ら犯行を正当化する理由にならないということでした。身勝手な理由で命を奪い、女の子に怖い思いをさせてしまい、申し訳ありませんでしたと遺族に謝罪をした笠原。しかし、これはポーズにしか思えません。なぜなら弁護側から犯行計画を思いついた時にどう感じたかを問われた時、この男はこれで苦しみから解放されると思うと清々しい気分だったと言ってのけたからです。どうすれば苦しみから解放されるのかという弁護人の質問に対し、一回でも太ももプレイができれば安心できると思ったと語ります。検察側は事前に刃物などを用意していた点からも、この笠原に対し計画性が高く精神障害の影響は小さいと死刑を求刑。対して弁護側は用意周到ではないという理由で減刑を求めました。最終的に岐阜地裁は死刑を下す余地があり得るとした上で笠原に無期懲役を下します。
裁判長はフェティシズム障害が事件に影響しているとは言えないが、身勝手な欲求だと切り捨てることもできない、一生涯をもって反省と償いをさせた方がいいと述べました。笠原はこの判決を無表情で淡々と受け止めます。井上夫妻の長男夫婦は事件後に引っ越しを余儀なくされ、大切な両親を奪われたことで食事も喉を通らないほどに衰弱していました。そのためこの判決に納得いくはずはなく、控訴を試みます。しかし極刑を下すことは現実的に難しいことを知って断念せざるを得ませんでした。無期懲役が確定し、笠原は今刑に服しています。フェティシズム、いわゆるフェチは誰もが大なり小なり抱いているもの。笠原の場合は女性の太ももに対して異常なまでのフェティシズムを抱いていましたが、もしその欲望を叶えたかったのなら、この男の取った行動はやはり完全に間違っています。無期懲役を下された今となっては、もうその願望が叶うことはないのでしょう。